東日本大震災という悲しみを抱えて迎えた第13回ダブルリーグ開幕戦。JX サンフラワーズは被災者の皆さんへ勇気を届けられる試合と4年連続2冠達成という栄光をつかむことを誓った。2011-2012 シーズン JX サンフラワーズ、日本女子バスケットボール界の顔大賀、攻撃的ディフェンスの要吉田、スピードが本領のガード勢に新原、そしてシュートセンスも期待の岡本、チームの大黒柱キャプテン田中、復帰が待たれる宇都宮、ミドルレンジのシュートが冴える寺田、そしてスマートなドライブ本田、期待のスリーポイントシューター糸井、華麗にゴールへ切り込む木林、山田をはじめとした JX の高さと機動力のセンター陣にパワフルな諏訪、アグレッシブな間宮、そしてダイナミックな渡嘉敷、日本女子バスケットボール界を牽引する力強い陣営です。彼女たちを率いるのがサンフラワーズ11年目の宇都宮ヘッドコーチ、そしてそれを支える充実したスタッフ陣です。第13回ダブルリーグプレーオフファイナル、対戦相手は昨年の決着をつけるべくトヨタ自動車アンテロープス、運命のファイナル。取っては取り返すせめぎ合いのゲーム、トヨタ川原のスリーポイントシュートなどが決まり一時7点差まで開く。しかし JX も着々と差を詰めていく。大賀のスリーポイントシュートで突き放し大事な初戦に勝利した。場所を群馬アリーナに移しての第2戦、第3クォーター終盤、JX キャプテン田中が連続してスリーポイントシュートを決め、トヨタを振り切る。その勢いのまま試合を運び、2勝目。優勝に王手をかけた。JX 大賀を怪我の悪化で欠いた第3戦。後がないトヨタは、スターティングメンバーをガラッと変えてベテランを温存、ペースを変えてくる。JX は対抗するも最後まで流れをつかむことができず、この試合を落とす。3戦目の時にもう本当に大差で負けてたので、なんか逆にこう気持ちを吹っ切れたというか。4戦目はとりあえず終わって倒れてもいいからみんな死ぬ気でやろうって言って、はい、みんなに喝入れて。今日は2冠4連覇をかけた大事な戦いです。優勝がかかった大一番、運命の試合。第13回ダブルリーグプレーオフファイナル第4戦、トヨタ自動車アンテロープス対 JX サンフラワーズ、この試合初スタメンの新原、そして寺田がいい流れを持ってくる。序盤トヨタの全員交代など奇策を受け、リードを許すものの寺田のシュートで引けを取らない。
シュート、ジェイクス7番、グラダ。日林が決めて逆転。キャプテン田中がスリーポイントシュートを決めれば、間宮もリバウンドをもぎ取り得点。寺田も打てば入るという状態。第4クォーター残り5分、トヨタ川原のスリーポイントシュートで2点差。 JX はタイムアウト。JX 吉田の魂のこもったドライブインでバスケットカウント。全員でボールに向かいリングを目指す。残り試合時間は 7.8 秒です。傷つきながらも全員バスケットで4年連続ダブルリーグ優勝。ご覧いただきましたように77対66で J2 サンフラワーズの勝利となりました。そして4年連続2冠達成を果たした。私としてもね、4連覇というのは初めてだし、本当に選手たちがね、よくやってくれたので、それでいいです。今シーズンはね、本当に我慢をしたシーズンだったと思うし、本当我慢が結果に結びついたっていう、そういうシーズン。やっぱ誰が出ても一緒のことできたし、こうチーム全員で勝てたっていうのがすごく自信になったファイナルでしたね。その来シーズンは今から楽しみでいっぱいです。このチームとしても自分としてもこれからどう成長していくのかっていうのが本当に楽しみなので、しっかり来年また結果を残したいと思います。第13回ダブルリーグアワードでコーチオブザイヤーに宇都宮ヘッドコーチ、そして吉田選手がレギュラーシーズン MVP とプレーオフ MVP を受賞。まあでも本当に素直に MVP は嬉しいですし、自分のプレーが認めてもらえたと思うと今までやってきてよかったと思いますし、みんなチームのみんなに取らせてもらったと思ってるので、チームのみんなに感謝したいですし、恵まれた環境で私はバスケットしてるっていうのも今日改めて思いましたね。4年連続2冠達成、この誇るべき栄光。ただこれはこの素晴らしく強くなった彼女たちにとって、新しいサンフラワーズの伝説を刻む一つの条件をクリアしただけなのかもしれない。サンフラワーズはまた一つ一つ花を咲かせ続けていく。